1992年年末の両国国技館、また高田が大きな試練に挑む。今回は両国2連戦。高田が再び新たなテーマに向かって戦いを開始した。そうですね、前回は本当短時間で失神 KO をさせられたんで、本当今回は急遽抜擢されたんですけど、この機会をチャンスだと思ってお返しにしたいと思ってます、はい。これより本日のセミファイナルを行います。アコーナーより柿原雅人選手の入場です。赤コーナーよりゲイリー・オブライト選手の入場です。本日のセミファイナル45分一本勝負を行います。アコの205パウンド柿原雅人。アガコの350パウンドゲイリーオブライト。Yeah.
2分48秒、ノックアウトでゲイリー・オブレット選手の勝ちでございます。